豊富な湧き水、稲作やターンムの産地で伝統芸能も盛んな金町、金町大綱引き、金区と並里区で行われていましたが、2001年を最後に途絶えていました。そうした中、大綱引き復活の機運を高めようと、金区観月祭で一部の行事が再現されました。その反響は大きく、多くの町民から大綱引きの開催を望む声が寄せられ、町が動きました。以前大綱は区民の手作りでしたが、作り手の不足が課題でした。今回金町の藁を使用している与那原町の大綱を譲り受けて、今回金町祭りを開催する方向で決まりました。大綱の補修は与那原町大綱引き実行委員会の協力を得て、本番に備えます。五穀豊穣、無病息災、子孫繁栄、そして町民の団結と融和がこの大綱引きによって図られることを記念しているところであります。前回までは金区と並里区で行われていましたが、町内全国を入りと上がりに分け、町全体の行事としました。もう最高に1個目楽しいです。久しぶりに参加することがあって感慨無量です。最高ですね。はい、興奮してます。初めて参加で最高でした。会場の盛り上がりがピークに達し、いよいよ大綱引きの復活です。言ったら昔を思い出して久しぶりにやって、今日はとても楽しかったです。感無量ですね。町民一体となってできた行事をもう誇らしく思います。ありがとうございました。子どもたちも含めていろいろな世代に、まあ、引き継いでいけたらなと思うので、まあ、今回いい経験になったなと思います。良かったです、良かったです。というかもうホッとしてます。伝統もちろん大事ではあるんですけど、未来に向けて伝統という考え方に変えていかないとですね、ダメだと思ってますし、今まで金と並里がやっていたものを金町の綱引きにするんだという意気込みがですね、今日のような成功に結びついたんじゃないかなと思っておりますね。新たな形で復活した伝統行事、宙を舞う火の粉に負けない町民の熱気にあふれていました。